市ニュースの時間です。本日お伝えするニュース内容です。トラフグの漁獲量を増やすことを目的に7月9日鎮西町マダラ島のマダラ小中学校の児童生徒がトラフグの稚魚を放流しました。放流にはマダラ小中学校の児童生徒22人が参加しました。放流を前に玄海水産振興センターの職員からトラフグの漁獲量が年々減っていることや、トラフグは放流した後回遊し、また生まれ育った場所に帰ろうとする性質があることなどが説明されました。このあと、4隻の漁船に乗り込んだ児童生徒は、放流ポイントとなる島の裏まで移動し、およそ8センチに成長した稚魚5千匹を、大きくなってねなどと声をかけながら放流していきました。マダラ小中学校では児童生徒に漁業について関心を持ってもらうとともに、トラフグの漁獲量を増やすことを目的にマダラ島の漁業関係者と玄海水産振興センターなどの協力を得ながら毎年トラフグの稚魚の放流を行っています。この日放流したトラフグは2年で40センチほどに成長し、産卵のためマダラ島の近海に戻ってくるということです。フグが大きく育つようにと願って放流しました。フグの稚魚をちゃんと放流できたので良かったです。大きくなってネットで特別名勝である虹の松原の再生保全活動に取り組んでいる個人や団体を表彰する功労者表彰を7月9日、市役所大手口別館で行いました。表彰式には虹の松原保護対策協議会の関係者などが出席しました。虹の松原保護対策協議会では、虹の松原の再生保全活動に顕著な功績や功労があった個人や団体を毎年表彰していて、令和3年度は5団体を表彰しました。虹の松原の保護育成に入れたところでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。表彰いたします。令和3年7月9日、峰達郎でございます。ありがとうございました。どうぞよろしくお願いします。表彰の後、西の松原から採れた松葉など副産物の利活用を研究している唐津南高校西の松原研究班による活動報告が行われました。西の松原研究会では松葉サイダーの販売や松葉パウダーを使ったかりんとうの開発・販売に関わっていて、報告ではコロナ禍の中でも自分たちには何ができるのかを考えながら活動を続け、地域の人に西の松原の素晴らしさを伝えることができたと成果を発表しました。ビッグデータを活用し地域が抱える課題解決に向けた情報収集の手法について学ぶオンライン講演会が7月9日、鏡新会の唐津東高校で行われました。唐津東高校では、今年度から唐津市が抱える地域課題の解決に向けた手段を高校生ならではの視点で提案しようと、情報収集や分析について学んでいます。この日の講演会は九州経済産業局地域経済課の須藤聡さんとオンラインで結び、地方創生の実現や地域課題解決に活用されているビッグデータ、地域経済分析システムリーサスの使い方や活用方法について学びました。
PFAS について須藤さんは、地図やグラフのデータから産業構造や人口動態、人の流れなどを簡単に把握できることを紹介したほか、それぞれの地域の特性をさまざまな角度から分析することで、地域が抱える課題解決につながるヒントが得られるのではないかと呼びかけました。生徒たちは今後、唐津市から提案された8つの課題解決に向けて、データ分析を行ったり、フィールドワークなどの調査を実施したりしながら、解決策を探っていきます。東坊地区の繁栄や無病息災を願って、7月10日は黒崎神社内の八坂神社で神事が行われたほか、地区内をおみこしが巡行しました。おみこし巡行を前に、黒崎神社内の八坂神社で神事が行われ、地区の繁栄と無病息災を願いました。この日はあいにくの雨となりましたが、八坂神社からおみこし巡行が行われ、東坊漁港内を練り歩きました。例年は山笠巡行が行われ、子どもから大人まで林の音色を地区内に響かせ巡行しますが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、山笠巡行は昨年に引き続き中止されました。おみこし巡行が終わると、地元の消防団員が獅子をかぶって各家庭を回り、厄払いを行ったほか、新型コロナウイルス感染症の早期収束を願っていました。続いて市内の地名の由来を紹介する唐津の地名機構をお送りします。今回は城内編です。かつて万頭山と呼ばれた山の山頂に唐津城の本丸が作られていました。この本丸下には二の丸があり、唐津藩主が生活し重要な政策を決定する政庁ともなっていた二の丸御殿が置かれていました。当時二の丸には藩主専用の馬を飼っていた馬屋や、藩主が馬の調練をする馬場なども作られたほか、藩主を警護するための下級武士たちなども住んでいました。基本的に唐津藩主の生活を支える場所でもあったため、物を作る作業場などもあり、そうしたことに携わる藩お抱えの職人たちも出入りする場所でもありました。現在二の丸御殿跡は早稲田佐賀中学校高等学校の敷地となり、二の丸の痕跡を残すものが一部の石垣以外ほとんどなくなりましたが、実は隠れた場所にも面白い痕跡が残っています。三の丸から二の丸に行くための表口は橋を渡って二の門に入ることになりますが、この二の門の石垣も一部残っていますし、藩主が船に乗るための門である船入り門の石垣も一部残っています。また二の丸に入る裏口の門である北の門があった矢倉台跡も隠れたように残っています。このように唐津城の二の丸から三の丸にかけてはまだまだ隠れた痕跡が残っていますので、古地図を片手に歩いたらいろいろと発見できるかもしれません。現在二の丸跡から万頭山山頂の本丸跡にかけてはお城の中であったことから東城内という地名になっています。
マイナンバーカードの取得を推進しようと、加賀見のイオン唐津店に7月10日、臨時のマイナンバーカード申請窓口を開設しました。唐津市のマイナンバーカード普及率は現在 30% 程度にとどまっています。国の方針では令和4年度中に 100% の普及を目指していることから、唐津市では7月からイオン唐津店の協力を得てマイナンバーカードの臨時窓口を開設することにしました。臨時の窓口では市民が職員の説明を聞きながらカード作成に必要な書類に記入したり、職員が顔写真の撮影をしたりして手続きを行いました。郵送して撮ることも考えたんですけど、写真代のこととかいろいろあるので無料って書いてあったんで来ました。まあちょっと時間かかったけどですね、まあすんなり終わるんで、うん、いいんじゃないかと思います。簡単だけどちょっとやっぱりざわついてるから、ちょっともうちょっとはしっかり聞こえたらなと思う。イオン唐津店での臨時窓口は今後毎月1回程度開設していく計画で、7月は31日土曜日、8月は28日土曜日に実施します。受付時間は午前11時から午後7時までです。通知カードっていうものがあるんですけれども、こちらあるようでしたら持ってからですね、来ていただければ申請の受付させていただきますので、ぜひ足の方を運んでいただければと思います。よろしくお願いします。平成30年度に魚屋町で実施した唐津城下町跡の発掘調査で発見された遺構や遺物を紹介する生花展を現在名畑の松露館で開催しています。この展示会は平成30年度に魚屋町の長田川改修に伴う発掘調査で明らかになった唐津城下町最古の石垣や中世から近現代までの陶磁器の遺物などを紹介しています。会場には長田川護岸石垣の裏に埋没していた旧護岸石垣や船着き場遺構を紹介するパネルと、中世から近現代までの陶磁器の遺物など300点を展示しています。このうち旧護岸石垣からは唐津城跡の石垣と同じ大きさの花崗岩の自然石や割石が発見され、唐津城築城と並行して城下町が作られたと初めて裏付けられたことが紹介されています。唐津城下町跡発掘調査生花展木屋利右衛門と西の木屋は9月20日月曜祝日まで名畑の松露館で開催しています。毎週月曜日は休館で、入館料は一般210円、小中学生は100円です。また記念講演会発掘唐津城下町跡を7月31日土曜日午前10時から大手口センタービルで開催します。参加費は無料ですが事前申し込みが必要です。お申し込みは障害学習文化財課電話 72-9171 までお願いします。名古屋城跡エリアの活性化を目的に佐賀県が令和2年度から取り組んでいる始まりの名古屋城プロジェクトの企画について、7月12日佐賀県立名古屋城博物館で有識者を招いた検討会が開かれました。佐賀県が企画した始まりの名古屋城プロジェクトでは、令和2年度を機運醸成の年と位置づけ、名古屋城跡や周辺の陣跡、呼子などをめぐるサイクリングコースを設定したり、
陣屋と巡りや伝統文化体験を盛り込んだキャンプを行ったりしました。令和3年度は情報発信の年として、秀吉が愛した黄金の茶室を復元して茶会を開催したり、当時の衣装を制作し、肥前名古屋上手屏風を再現したりする体験プログラムが企画されています。この日の検討会には、歴史や観光、建築などの分野から7人の有識者が出席し、現地視察を行うなどして、県の計画の説明を受けました。このうち、復元を計画している黄金の茶室は、博多の豪商、神谷宗旦が残した宗旦日記をもとに、茶室や茶道具を制作することを確認しました。検討会は、今後2回の開催が予定されています。私のような専門家だけじゃなくて、特に子どもさんですよね、歴史に触れてもらうことで自分たちのふるさととか自分たちの地域の歴史みたいなことに振り返ってもらってやっぱ誇りを持ってもらうみたいなことはとても大事なことだと思います。令和3年度の歴史体験プログラムは国の補助金を活用しおよそ6000万円の予算が見込まれています。続いては唐津市からのお知らせです。子育て未来応援室からのお知らせです。唐津市では子どもの見守り体制を強化することで支援が必要な子どもを早期に発見し適切な支援につなげることを目的に唐津市支援対象児童等見守り強化事業を募集しています。事業を募集しています。対象者は市内で子ども食堂や子ども宅食を運営する団体などです。対象事業の主な要件は食事の提供を通じ子どもなどの状況把握を行い支援対象児童やその家族の状況を把握すること、必要に応じて基本的な生活習慣の習得支援や生活指導を実施すること、必要に応じて学習習慣の定着などの学習支援を実施すること、気がかりな子どもなどを新たに発見したら、その内容を唐津市に情報を提供することなどです。事業の実施団体は必要に応じて令和3年度唐津市支援対象児童等見守り強化事業補助金を利用することができます。補助対象経費は食料費、消耗品費、印刷製本費、保険料です。補助上限額は1事業所あたり55万円です。申請の前に子育て未来応援室に電話でご相談ください。対象事業の要件や申請の流れなどをご説明します。募集期限は9月30日木曜日の午後4時までです。詳しくは市のホームページにも掲載しています。お問い合わせは子育て未来応援室電話 72-9151 までお願いします。興味がある方はお気軽にご相談ください。また使えるけど不要になった冷蔵庫、テレビ、エアコンがございましたら子どもたちのために寄付に充てたいと思いますので子育て未来応援室までお気軽にご連絡をお願いします。以上、子育て未来応援室からのお知らせでした。東京2020オリンピック
男子3人制バスケットボール 3×3 競技に出場するセルビア共和国の代表チームが7月13日、事前キャンプ地である唐津市に到着し、関係者が出迎えました。選手団が宿泊する市内のホテル前では、県や市の関係者などが横断幕などを持って出迎え、バスで到着したセルビア共和国の代表チームのメンバーなどを歓迎しました。選手団は7月19日まで唐津市に滞在し、オリンピックに向け調整していくということです。18日午前10時からも公開練習を予定しており、18日はお昼13時から3人制バスケットボールのイベントも予定しております。内容は子どもたち、そしてプロバスケットボールチームのトーナメント戦、その他バスケットのパフォーマンス集団によるバスケットショーなども予定しております。場所は体育の森陸上競技場内の屋外特設コートです。入場いただくときには、コロナ感染防止のために、検温、体調確認、あとは、名簿の記入などもご協力をいただきます。コロナ禍の中、なかなか直接的な交流はできませんが、市民の皆さんに、セルビアの皆さん、そしてオリンピックを感じていただける、キャンプにしたいと思っております。卒業生の話を聞いて今後の進路について考えてもらおうと、7月13日唐津青翔高校で先輩と語る会が開かれました。先輩と語る会には専門学校に進学している卒業生や就職して働いている卒業生合わせて5人が講師として招かれ、全校生徒196人を前に一人ずつ講話しました。唐津青翔高校は前期と後期の2学期制を採用していて、1年生は10月から始まる専門分野の選択に向けて、2、3年生は卒業後の進路について考えるきっかけにしてほしいと会が開かれました。講話で卒業生は在学中に頑張ったこと、進路について考え始めたきっかけ、現在の状況などを制作してきた画像などを使って話し、在校生は真剣な表情で聞き入っていました。それぞれの講話が終わると質疑応答の時間が設けられ、在学中に身につけておくべきことは何ですか、辛い時はどうやって乗り越えていますかなどの質問に、社会では目上の人などに対する挨拶など礼儀作法が基本なので日頃から心がけておくと役に立つといったことや、辛い時は周りの人や先輩に相談して支えてもらっているなど丁寧に答えていました。今回の先輩の話を聞いて2年後の将来の自分の参考になったし、これから選んでいく系列へ向けての参考にもなりました。進学にしても就職にしても、今自分たちのすることや頑張っていくことが具体的になったので良かったなと思っています。今年度から佐賀県教育委員会の一人一台端末を活用した授業改善研究指定事業の指定校になっている肥前中学校で7月13日端末を使った公開授業研究会を行いました。佐賀県教育委員会では国のギガスクール構想に基づき一人一台の端末を導入した ICT 教育の推進を図っています。このため県では一人一台端末を活用した授業改善研究指定事業に取り組んでいて、今年度から2年間肥前中学校が事業の指定校に選ばれています。
公開授業研究会には、市内の小中学校の教諭や市の教育関係者などおよそ100人が出席し、端末を活用した授業を見学しました。肥前中学校は、今年6月に県からタブレット端末が配られたばかりで、現在はアプリの使い方やデータのやり取りなど、端末の操作方法を学んでいます。この日は、峰達郎唐津市長や栗原則康教育長も授業を視察し、先生と生徒たちのやり取りや授業の進め方などをじっくりと見学していました。教育の環境、そういったこういった伊賀スクールがこう家にいても、例えばどこにいても、受け入れるようなですね、そういった制度の設計をしっかりと進めてまいりたいというふうに思ったところでございます。はい、とにかく子どもたちをしっかりと応援していきたいという思いでございます。まずは子どもたち、先生方が使い慣れること、そしてこのタブレットを使ってやれる学習の良さをたくさんに触れていくこと、これがまず一番だろうなと思います。唐津港東港岸壁で7月13日、テロが起きた際の対応力を強化しようと、唐津港港湾保安対策総合訓練が行われ、緊急事態に備え、関係機関が連携を確認しました。この訓練は、テロリストによる危害行為などの緊急事態に備え、各関係機関の役割を確認しようと、唐津港港湾保安委員会が毎年実施しているもので、唐津海上保安部や唐津警察署、唐津市消防本部など19の関係機関からおよそ90人が参加しました。訓練は唐津港東港岸壁に接岸した外国船の旅客船にテロリストが乗っている可能性があるとの想定で行われました。はじめに船内の状況を確認し、乗船者の安全を確保するため警察や海上保安部などで立ち入り検査班を編成し、乗客や乗組員を船外へと避難させました。このあとテロリストが手荷物検査を拒否し、ナイフを持って暴れ出した想定で、警察官が駆けつけテロリストを制圧する動作確認を行ったほか、唐津市消防本部の職員が負傷者の救助を行い、病院へ搬送する現場での対応を見直していました。また、ボートで逃走したテロリストを捕捉する訓練では、海上保安部の巡視艇や警察艇による追跡捕捉訓練が実施され、制圧の手順が確認されました。参加者たちは真剣な表情で訓練に臨み、万が一の際の連携を確認していました。続いて市内の風景をご覧いただきます。今回は全国で唯一慶神が祀られている肥前町高久市の増田神社の様子です。
東京2020オリンピックから正式種目となる3人制バスケットボール 3×3 競技で金メダル候補のセルビア共和国代表チームが唐津市で事前キャンプを始め、7月14日は練習を公開しました。東京2020オリンピック3×3 競技に出場するセルビア共和国の代表チームは、事前キャンプのために7月13日に唐津に入り、この日から渡田大堆の陸上競技場に設置した屋外特設コートで練習を開始しました。練習を前に脇山由紀と副市長が、この事前キャンプが有意義なものとなり、東京オリンピックで金メダルを獲得されることに期待していますと、選手たちを激励しました。今年7月現在、セルビア共和国は 3×3 の世界ランキング1位で、オリンピックでも金メダル獲得に期待が寄せられています。この日はパスのコンビネーションを確認したほか、シュートやフリースローなどの練習で体を動かしていました。会場には世界ランキング1位のチームの練習を間近で見ようと、およそ50人の市民が駆けつけ、選手たちの動きに見入っていました。技術とかが素晴らしくて、当たっても決めたり、スリーポイントも、ツーポイントもしっかり決まっていて、素晴らしいなと思いました。はい、コロナということでなかなかこう近くで見る機会って難しいと思うんですけど、まあ、今日こういう機会で生で見れて、すごい貴重な経験ですし、今後スポーツ見ていく中ですごい勉強になったと思います。次の公開練習は同じ会場で7月18日日曜日午前10時から正午までを予定しています。子どもたちに海や河川の環境を守ることの大切さを学んでもらおうと、県が実施している佐学湖リレー放流が7月14日西の浜海水浴場で行われ、園児たちがカサゴの稚魚およそ1000匹を放流しました。この佐学湖リレー放流は、子どもたちに稚魚の放流を通して海や河川の環境を守ることの大切さを学んでもらおうと、佐賀県が毎年行っているものです。この日の放流には双子一丁目の青葉保育園の年長児27人が参加しました。はじめに園児たちがカサゴの稚魚が大きくなって成長しやすいきれいな海にしようと、砂浜で木くずやプラスチックなどのゴミを丁寧に拾い集めていました。このあと園児たちは、体長およそ5センチほどのカサゴの稚魚が入ったバケツを受け取ると、波打ち際まで慎重に運び、大きくなってねなどと声をかけながら放流しました。楽しかったです。お魚に出し初めてだった。お魚が逃がした。大きくなってね。今回放流したカサゴの稚魚は近海にとどまり、3年から5年で体長20センチほどに成長するということです。旧良木町うつぼぎのうつぼぎ小学校で7月14日プログラミング学習を行い、児童がプログラミングアプリでドローンの操作に挑戦しました。うつぼぎ小学校では6年生の理科の授業でプログラミングを学んでいます。これまで座学中心の授業でしたが、学ぶ楽しさを感じ、自ら考える力を養ってほしいと、ドローンの操作講習などを行う一般社団法人
日本マルチコプター協会の協力を得て、ドローンを使ったプログラミング学習に今回初めて取り組みました。授業ではインストラクターからコースを一周するプログラムを組むようお題が出され、児童は仲間と協力しながらプログラミングに挑戦しました。プログラムには専用のアプリを使い、進む距離や回転する角度、着陸のタイミングなどを細かく組み込んでいきました。プログラムが完成するとテスト飛行を行い、距離や角度を何度も微調整しながらお題に挑戦していました。ドローンを最初の位置に戻すところがとても難しかったです。ドローンのことをたくさん学べて楽しかったです。ドローンを使ったプログラミングは難しいけど慣れたら楽しいので、これからの未来にも生かしていきたいです。佐志小学校で行っている海洋教育の一環として、7月15日は2年生が佐志浜人工海浜で海遊びを楽しみました。佐志小学校は日本財団などが募集している海洋教育パイオニアスクールプログラム助成事業の採択校として、海に関する学習に力を入れていて、今年度は地引き網体験やカサゴの稚魚放流などを通して地元の海に親しんでいます。2年生を対象に行われた海遊びは、生き物に触れ合いながらきれいな海を残す心を育てるとともに、海の危険性についても知ってもらおうと行われたものです。この日参加した38人は、4年前に埋め立て地を改良して作られた佐志浜人工海浜で、海の底の砂をすくったり貝を拾ったりして元気いっぱい海遊びを楽しみました。潜ったり貝をたくさん集めました。海をきれいにしてきた。水が違うし、結構深くなってくるから、あんまり俺たちが顔のつくところに深いところに行ったらダメな。佐志小学校では今後も地元の漁業関係者や佐賀県玄海水産振興センターなどと協力しながら、海に関する学習を続けていく予定です。続いては唐津市消費生活センターからのお知らせです。唐津市消費生活センターでは消費者相談を受け付けています。今回は唐津市消費生活センターの紹介と、現在寄せられている相談の事例を紹介します。唐津市消費生活センターは唐津市役所本庁の1階にあります。ここで相談員が消費生活に関する相談や苦情を受け付けています。相談は個室で受け付けていて、秘密は守られますので、安心してご相談ください。また電話でも相談することができます。続いて現在寄せられている相談の事例をご紹介します。インターネットなどの通信販売で商品を通常価格より安い価格で購入したところ、実際は定期購入だったため高額な請求を受けたという相談が急増しています。相談の内容では、停止手続きをしないと定期購入へ切り替わってしまうというものや、消費者の認識ではお試し1回だけ初回限定でありながら、
実際には定期購入契約になっているというものがあります。また解約の手続きをしたいが事業者に電話がつながらない、初回価格だけ支払えばいいと思っていたが通常価格で請求されたという相談もあります。トラブルにならないために次のことに気をつけてください。商品を注文する前に定期購入が条件になっていないか、中途解約や返品はできるのかなど契約内容をしっかりと確認することが大切です。周りの高齢者などが被害に遭っていないか見守りましょう。不安に感じたり不審に思ったりしたときは一人で抱え込まず相談してください。平日はここ唐津市役所1階の唐津市消費生活センターで相談を受け付けています。電話番号は 73-0999 です。土曜日曜祝日は消費者ホットライン局番なし188いややにご相談ください。全国どこからでも相談ができ近くの消費生活センターにつながります。思いがけないことが起きたときはまず深呼吸、1、2、3、4、5、5つ数えて対応してください。正しい手洗い習慣を身につける手洗い教室を7月15日、西城内の大志小学校で開き、児童たちが手洗いの必要性を学びました。大志小学校では、新型コロナウイルスやインフルエンザなどの感染症対策として、正しい手洗い方法と習慣を身につけてもらおうと、昨年から1、2年生を対象に手洗い教室を行っていて、この日の手洗い教室には1年1組の児童36人が参加しました。手洗い教室では大志小学校の養護教諭が講師を務め、手をきれいにする必要性やきれいに汚れを落とす6つのポイントをイラストなどを使って児童たちに紹介しました。児童たちは教えてもらった正しい手洗い方法を身につけようと、手の甲や指と指の間、手のひらなど6つのポイントを押さえながら手洗いのコツを楽しく学んでいました。この後児童たちはブラックライトに反応するローションを手に塗り手洗いを実践したほか、ブラックライトで汚れが残りやすい位置を確認しながら合格がもらえるまで何度も挑戦していました。楽しかったです。光ったり、それで研究する、こうやって洗うところが楽しかった。6つのポーズで洗ったら綺麗に洗えるのが分かってよかったです。ご当地野菜綿だうりの種まきから収穫までの体験を通して食の大切さについて学ぶ食育教室を7月15日綿田本村の清和小学校で行いました。清和小学校の2年生は生活科の授業で身近にある野菜がどのように育てられているのか学ぼうと、今年度は地域の種苗店の協力を得て5月から綿だうりを育てています。この日の食育教室では種苗店の山下修司代表から綿だうりのいい種と良くない種の見分け方を教えてもらい、児童たちは早速種の見分け方に挑戦しました。
児童たちは水を張ったボールを使って浮き沈みで種の品質を見分ける選別作業を行い、沈んだ種が来年育てるための種になることを学んでいました。なんか種をなんか入れたりするのが楽しかったです。浮かんでるのが子どもとか、下に浮いついてるのが大人っていうのを知れてよかったです。種を水でに入れて子どもか子ども大人をするのをしました。学級農園で子どもたちが育てている綿だうりは8月中に収穫する予定だということです。第34回九州学童軟式野球大会への出場を決めた玉島平原少年野球クラブのメンバーが7月15日大会への出場を峰達郎唐津市長に報告しました。市役所には玉島平原少年野球クラブの志田原隼人監督、加茂健三主将はじめ選手11人が訪れました。玉島平原少年野球クラブは玉島と平原校区の少年野球クラブがメンバー不足により大会への出場ができなかったため、今年1月1年限定で混合チームを結成しました。6月27日に開催された第41回全日本学童軟式野球佐賀県大会の代表決定戦で有田町の桜ヶ丘少年野球クラブを3対2で破り、九州大会への切符を手にしました。唐津地区からの九州大会出場は平成23年の清和ライオンズ以来11年ぶりとなります。報告を受けた峰達郎唐津市長は、試合では今まで皆さんが練習してきたことを発揮し、唐津プライドで頑張ってくださいと選手を激励しました。とても厳しい試合もあったけど、なんとかみんなで乗り越えて3位になることができたのでよかったです。チーム一丸となって助け合いをしながら優勝を目指して頑張っていきたいです。去年の平原スピリッツと玉島少年野球が一緒になってですね、1年目のチームでもありますし、最初で最後のチームでもあります。九州大会でも、負けても笑える、そんなチームで臨んでいきたいと思います。第34回九州学童軟式野球大会は7月31日から鹿児島県で開催されます。続いて来週放送する番組のご案内です。19日から25日までの特集番組は、入野小学校で行われた防災教室を放送します。ソフトバンク株式会社の人型ロボットペッパーが防災について考えてみようと題して講師を務めます。放送開始時間は午後1時30分、午後8時30分です。19日から25日までの特集番組の再放送は、直木賞作家門井慶喜さんのなぜ秀吉は出版決定記念講演会、名古屋6年半の首都を放送します。門井さんが文禄慶長の駅当時の名古屋の様子や名古屋城の魅力を紹介します。放送開始時間は午前9時30分、深夜1時30分です。19日から25日までの各課からのお知らせはニコニコネットを放送します。今回もカラワン君と一緒に子育て情報満載でお届けします。
放送開始時間は午前6時30分、午前8時30分、午前11時30分、午後5時30分、午後6時30分、午後11時30分です。チャンネル唐津では緊急時の情報を文字テロップでお伝えしています。新型コロナウイルス感染確認、大雨などでの避難場所の開設などの緊急時には、テレビ画面下側に文字テロップで情報を配信しています。またデータ放送でも緊急時の情報のほか、暮らしに役立つ情報を提供しています。データ放送はリモコンの D ボタンを押していただくと画面が切り替わります。矢印ボタンで上下に動かし、決定ボタンを選択することで、さまざまな配信情報を選択することができます。こちらもぜひご利用ください。新型コロナウイルスのワクチン接種に関するお知らせです。基礎疾患がある人の接種予約を受け付けています。予約受付場所は、健康サポートセンター3手、市役所正面玄関相談窓口、各市民センターです。接種券、予診票、お薬手帳を持って受付窓口にお越しください。なお、かかりつけ医で確認が必要であった新型コロナワクチン集団接種申込書の提出は不要になりました。60歳から64歳までの人の接種予約開始は、7月26日月曜日午前9時からです。予約は LINE またはコールセンターで受け付けます。集団接種の日程表や予約方法など詳しくは、ご覧のチャンネル唐津のデータ放送か、市のホームページでご確認ください。その他の人の接種予約につきましては、決まり次第お知らせいたします。ご理解のほどよろしくお願いします。以上、唐津市ニュースをお伝えしました。それではこれで失礼します。